はい、美容師の皆さん毎度毎度、床屋さんの皆さんも毎度毎度。こんな挨拶さいらないんだよね。早く結論から喋れよみたいにね。いろんな YouTube 見てると、まず最初にね、私はどこどこの誰ですみたいなね、自己紹介する人いるけど、必要ないっての。そんなの1年に正月だけやってくれって感じだよ。大したことは思いついてないんだけどね、あのワンリングスのボブ、まあ、今これ首のあたりで切ってるけど、背中のあたりで切るとき、コームを上から押さえて切ると、絶対さ歯の厚さの分だけ切れないんだよね。まあそうやって切った人いると思うけど、まあ、バリカンでこうやって上から折ってして切ると 0.8 ミリ絶対切れないじゃん、最後の1本2本は。だからコーム逆さにすればね、こういう風にね、まあ、全部切れるよね。だからボブもこうやってバリカンでやっちゃえば、まあ、切れるってことだよね。ワンリングスのボブ一発切り、これハサミが切れると一発切りできるんだよね。ハサミが切れないとやっぱり集中力切れるね。あのお兄さんがちょっと切ってるの後ろで見てたんだけど、やっぱりちょっと刃先の切れ味が悪いと切り口が汚くなるじゃない。そうするとだん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 気持ちがなんかめげてくるみたいだね。で自分のね、あのタッセルカット一発ぶった切り用のね、シザーね、あの折れて短くなったやつと、昔から使って6インチが5インチになったやつ、だ5インチになったやつちょっと貸したんだよ、これで切ってみなって。やっぱり切り口が綺麗になると、荒切りしてるんだけど荒切りじゃないんだよね、普通に切れてんだよ。これはちょっとハサミの先端が切れないとちょっと難しいなっていうのがあるね。今ちょっとおっさん悩んでんだけど、切っててね、どうしてもなんかシザーを先端を右に傾けた方がチョップカット入れやすいなってね、なんかずっと今思ってたの。それ原因は何かって言ったら、まあ座る位置とウィッグの高さだね。その状態によったらシザーを左に倒した方が切りやすかったりね。もうなるほどなと思って、だからこの位置だとシザーを左からやった方が手首にあまり負担がかかんないっつの、自然な手首でしょ。こちらでなんか手首ひん曲げてんだよ、ちょっときついかなって、へえと思って。まあ問題はね、本日の問題はここじゃねえんだよ。ちょっと寝てて思いついたんだけどね、今これウィッグで首しかないけど、人間の腕面だったら背中があるじゃない。背中があるからやっぱりコームを下に置いて2本で押さえたらどうかなとかね。ね、そんで2本で、まあ、上から押さえてちょっとやりにくそうだよね。こんなんじゃさ誰も真似しようなんて思わないよね。あとやっぱりコームで押さえてっていうか乗せて切ると、切る幅が横幅が長くなるわけ。指で押さえるとこの半分ぐらいしか切れないからね。だからまっすぐ切るときはコームでこういう状態で切った方がいいんではないかと。で寝てて思いついたらね、こんなことじゃないんだよ。このコーム、これだと直線しか切れないじゃない。だからコームが自在に曲がったらどうなのってことなんだよ。でそんなコームねえから作ってみた。とりあえず輪ゴムでね、昔製図でね、自在定規ってあったんだよね、まあ、曲げて使うんだよね。好きな曲がりを作れるんだよね、まあ、どんな半円でも描けると。あとシザーをうまく使って髪の毛をコームに押し付ける、あと濡らせば、まあ、こういう切り方できんじゃないかな。今日は実験してみるけどね。はい、お疲れ様でした。